宝吾千春、早稲田大学人間科学学術院教授、教育工学と心理学を専門とする。特に心理学ベースのインストラクショナルデザイン、つまり教えることのデザインについての研究の第一人者である。実際に学生さんが社会に出るとですね、いろんなところで教える場面が出てくるんですね。だけれども、こう実際には学校の中では教えるっていうのは学んでないわけです。ずっと教えられてきたんですけれどもね。なので、まあここで教える技術を習得して役に立ててほしいなというのが願望としてあります。この授業は人間科学部の中でも人気があり、毎年200人以上が受講する。交互の授業では学生が着席して先生の話を聞くという場面は少ない。学生同士が活発に議論し、互いに意見を主張し合う。ただ話を聞いているだけという学生は一人もいないのだ。学生が見ているのは、高吾教授のオンデマンド講義、つまりビデオ講義である。学生は従来の授業のように毎回教室へ通う必要はない。奇数回はオンデマンド講義やテキストを利用して自分で学習する。それではですね、今の。そして偶数回は教室で4から6名のグループによるディスカッションを中心とした授業に参加する。前の週のオンデマンド講義、次の週の教室でのグループワーク、これが一つのセットとなっているのだ。この一風変わった授業スタイルこそ、高吾がかねてから提唱し実践している今話題の反転授業と呼ばれている授業スタイルだ。反転授業というのは、最初にオンデマンド講義を受けてもらって、その後教室に集まってもらってグループワークなどの実習をすることです。教室ではもう一切レクチャーはしない、90分間をフルに使うという、そういうデザインになりました。従来型の授業では学生は教室で講義を受け、自宅では宿題を行う。反転授業では自宅などで事前に講義を視聴し、教室では教員のサポートのもとグループ学習やより高度な演習を行う。つまりインプットとアウトプットを行う場が逆になり、反転しているのだ。この反転授業は2008年から始めました。2007年までは普通の、まあ、対面授業ですね。全部で15週間ずっと対面授業でやってたんですが、2008年からオンデマンド講義を入れて、その後教室で、グループワークをやるという、こういうデザインにしました。違和感は全くなかったですね。高校先生のオンデマンド授業がすごく分かりやすくて、スタイリッシュな感じがすごいしたので、とても感動したのを覚えてます。いいところはやっぱり自分のやりたい時にやれるっていうのはすごいメリットだなと思いますし、忙しくてもあれ大体3分割とかから5分割ぐらいされているので、まあ、最初の3つぐらい見といて、まあ、また別の日に2つ見てっていうふうにもできますし、資料とかも全部セットでダウンロードできるので、必要な情報をすぐ手に入れられるっていうのもすごい使いやすいと思います。オンデマンド授業ってこう生身でレクチャーを受けるのよりはこう効果が低いと思われてるので、一般的にはね。でもそんなことはないんですよ。一人で見るんだけれども、スクリーンと一対一じゃないですか。自分とその先生の一対一の対話みたいになってるわけですよ。で、一方ね、その教室で大教室でやるレクチャーっていうのは、先生は生身なんだけど、その生身であるにもかかわらず、実はもう、こうロボットみたいな感じに見えてるわけです。学生さんの方から見ればね。だってこう 大勢の人がいるわけでしょ。で、後ろの方は常にガヤガヤしてるわけですよ。オンデマンドだから効果が低いっていうのは全く偏見で、むしろオンデマンドだから1対1の感覚が出て、それで一生懸命聞いてくれて内容を理解してくれるっていうところもあるんですよ。ですから反転授業というのはそういうところを効果的に使ってると思うんですよね。高吾先生の授業はもう基本的に受け身では受けられないと思うので、講義型の授業よりは授業に参加しているっていう意識がすごく強いと思います。自分が宿題として一人で考えてたことを皆さんに発表できれば
思っててしかも意見が交換できるっていうのはとても刺激的でした。学んだことがそのままグループワークで試せるので、あ、なるほどこれはこういうことだったんだっていう意味で二重での学びにつながっているなと思います。公募は現在では反転授業という呼称で注目されているこの講義方式を数年前より e ラーニングとグループワークを組み合わせたブレンド型授業として導入、設計と実践に取り組み研究を続けてきた。あの反転授業というのは、まあ、ブレンド型授業の一つのバリエーションに過ぎないんですね。ですから、まあ、オンデマンド講義を受けて教室、オンデマンド講義を受けて教室っていうのは、まあ、反転授業の典型的なパターンなんですけれども、こういうものをいろいろな形で組み合わせるブレンド型授業というのがこれからどんどん出てくると思います。まあ、例えば、1回、教室授業をやってで残りは全部 e ラーニングあるいはオンデマンド講義でやるとかですね、それから、まあ、2回オンデマンド講義をやって1回は教室というふうに自分のやりたい授業の内容に合わせてですね、いろんな形バリエーションが出てくるのではないかなと思いますね。まあ、最初はこういう事業形態に慣れてないからちょっとこう戸惑いみたいなのがあるかもしれないですけど、こう何回も何回もこういう体を動かす方法で授業を受けると何となく自分たちでこう動かないと何も進まないんだなっていうのは何となく分かってくるので、そういう変化はありますよ。一人一人の個性が出てくる感じがありますよね。まあ、見込み事案の学生もいてそれはあまり変わらなかったりするんですけど、その中でもあこんな風なやり方もあるんだなっていうのを見ること、別の機会でなんかそれを発揮することもできるんですけど、この中で全て変わるっていうことを期待しなくて、なんかそういう他の人の行動とか態度とか見て学ぶってことがたくさんありますので、積極的に自分からプレゼンやりたいっていうケースもありますし、それはなんか普通の授業の中であまり見られない変化です。成長したなと思うところは、自分がどんな人間か見つめ直すことができたっていうのが一番大きいですね。あとはグラフィックの書き方、みんなの意見を絵にすることがなんか今までやったことがなかったので獲得できたことじゃないかなと思います。私がやっているインストラクションデザインっていう学問の中で言われていることなんですが、学習者検証の原則というのがありまして、教えたって言ってもそれが証明されるのは学習者が学んだかどうかっていうことだけによって決まるんだと思います。ですから、まあ、教員の方はちゃんと教えたっていうふうに言ってるわけなんですが、学生が学んでなければそれは教えたっていうことにならないということなんですよね。で、学生が学んだっていうことを実感できるような授業はどういうふうにして作ればいいのかっていうのを常に考えてきました。その一つの形が今回の反転授業であり、オンデマンド講義と教室における実習を組み合わせた形なんですね。この形によって学生が表面的ではなくきちんと学んでそれを実際に使うことができるというような授業になっているのではないかと思います。早稲田大学では創立150周年を見据えた計画早稲田ビジョン150において対話型、問題発見解決型授業への移行を謳っている。公募教授が推奨するブレンド型授業も対話型、問題発見解決型授業の一つの形、教育の早稲田の実現に向けて早稲田大学では今後ますますブレンド型授業の拡充を進める。